はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はロック・ポップスという音楽ジャンルにカスタネットを最初に取り入れたのは誰かというテーマで、えー、調べましてですね、最終的に僕の中で多分この人じゃないかという結論が出ましたので、えー、それをシェアしたいと思います。まずなんでカスタネットっていう感じだと思うんですけれども、えー、事の経緯から話しますとですね、視聴者さんからこんなコメントをいただきました。ロックやポップスで使えるカスタネットの動画アップしてください。 フラメンコはたくさんあるのですが、てんてんてんお願いいたします。はい、コメントありがとうございました。これに答えるべくですね、えー、カスタネットがどんな楽曲で使われていたかなっていうのを、えー、いろいろ、まあ、YouTube とか音源とかを聞きあさってですね、まあ、調べてたんですよ。で、調べていくうちに、カスタネット、特にこの、カラララっていうフレーズがですね、まあ、使われ始めたのっていつなんだろう使い始めたのって誰なんだろうっていうのが、えー、だんだんもう気になってしょうがなくなってきてですね、 えー、それを調べ始めたらですね、ま、いろいろ面白いことが分かってきたというわけですね。カスタネットの双方、やり方についてはですね、また別の動画で解説しますので、お楽しみに。今回は、ま、もうちょっと広い視点で、音楽、特にロック・ポップスというジャンルにカスタネットのフレーズを最初に取り入れたのは誰かというテーマで話していきます。 え、コメントいただいた通りですね、確かに YouTube で検索しても、まあフラメンコのトラディショナルなカスタネットの奏法については、まあいろいろ見つかったんですけれども、ロックポップスのカスタネットが、まあ全然ないと。僕個人の印象としてもですね、あんまり海外の楽曲、洋楽でカスタネット使われてる印象がないなというのが、正直なところで、まあ僕の世代ですね、僕はちなみに1985年生まれなんですけれども、僕の世代で多分イメージするのは、サザン、サザンオールスターズ、8ビートの楽曲で、まあ B メロから、 ビーーがハーフになってアクセント的にカスタネットが入るみたいな。みたいな感じですね、えー。カスタネットが入ることによって音楽的にどういう効果があるのかっていうのを考えてみますとまず第一にですねやっぱりあのスペインっぽさフラメンコっぽさが出せるっていうのがあると思います。まあこれ実際に使われている楽器なんでね、えー、そのままなんですけれどもま聴、あ、いただけであっんかフラメンコっぽいなっていう感じ。 をえー、イメージさせることができると思いますで、まあ、2つ目はそこから派生して、えー、軽快な感じ軽やかな感じ、えー、スピード感を演出することができると思いますで3つ目、えー、これ日本特有のものなんですけれども子供っぽさを演出すすることができます、えー、なぜならですねまあ皆さん多分ですね幼稚園とか小学校とか重ねると叩いたと思うんですけれども、まあ、この音を聞いただけでその時の原始体験っていうか この子どもの頃のワクワクキラキラした感じっていうのを、えー、まあ想起させる効果があると思いますで4つ目、えー、これ完全に音のイメージなんですけれどもなんか貝殻っぽくないですかまあまあ僕はサザンのイメージもあるんで完全にこれ貝殻だなって思ってたんですけれどもなんかこう海をイメージさせるというかあ波音が聞こえるみたいな、えー、イメージがします僕はねでこの4番目のですね貝殻っぽさ 海殻っぽさっていうか、えー、海っぽさですね、えー。海っぽい感じを演出するのがすごい、まあ、オリジナリティがあるなと思って、やっぱりこれを最初にやり始めたのってサザンオールスターズなんじゃないかなぁと、えーまあ、当たりをつけてですね、調べ始めたわけです。はい、ではいよいよ実際にどんな楽曲でカスタネット使われてるのかっていうのですね、調査結果を発表したいと思います。えー、有名なもので新しいものから順番に、えー、発表します。 まずは、えー、今年、2019年6月、ついこの間、正面 o w m a n s c カ m i l a c a b e l ですね。まあ今まさにこれ世界中で流行ってる曲なんですけども、えー、このサビにですね、アクセント的に例のカララッっていうのが入っておりました。まあこのカミラ・カベ a ロさんっていうのはですね、あのー、まあキューバの方ですごくルーツミュージックを取り入れているので、あ、これはなるほどなと。 えー、いった感じです。まあ、キューバはですね、あのー、もともとスペインの植民地だったんでね。で、ここからはほぼほぼですね、もう日本、J-POP になります。えー、どんどんいきます。えー、まず、ピースとハイライト、サザンオールスターズ、2015年。風と未来、生き物がかり、2010年。波乗りジョニー、桑田啓介さんのソロですね、えー、2001年。えー、ヘロン、山下達郎さん、1998年。あなただけを、サザンオールスターズ、1995年。 えー、涙のキス。これもサザンオルさズ。1992年。えー、さらに前にもありました。えー、どんな時も。牧原のりゆさん。1991年。えー、ここまで来たらですね、もう僕の中では完全にサザンだなと思って、特に一番最初にやり始めたのって、どの曲だろうって。初期の曲を聴き始めたんですよね。で、サザンで、えー、一番古いカスタネットが入っている楽曲、おそらくこれなのではないかなと思います。鎌倉物語。 1985年、えー、アルバム鎌倉収録曲ですしかしですねこれボーカルが、えー、桑田佳祐さんではなく原優子さんがメインボーカルの曲でした、えー、しかもですねカスタネットさっきの涙のキスみたいにほとんど使われてなくてすごい長いスパンでエッセンス的にカララっていうような使われ方をしておりました で、この鎌倉物語に行き着くまでにですね、サザンの楽曲をすごいたくさん聴いたわけなんですけども、まあ聞けば聞くほどですね、古腑に落ちないところが出てきて、えー、それはどういうことかっていうと、えー、ミュージシャン的な見地から言うと、サザンの楽曲におけるパーカッションというのはですね、まあ特別何か、えー、オリジナリティがあることをやってるわけではないんですよね。えー、すごくベーシックっていうか、えー、基本に忠実なプレイをしていて、 そんなパーカッショニストが果たしてこんなに独創的な個性あふれるフレーズを生み出せるかなっていう疑問がですね、こうふつふつと湧いてきまして、まあもしかしたらその担当しているプロデューサーが提案してこういうのを入れてみないっていうのはまああり得る話なんですけれども、で、おそらくこれ元ネタあんじゃねえかなって思い始めて、 で、ここから先はもう自分の知識の及ぶ、えー、範囲ではないなと思ったので、もうネットの力を使ってですね、もう Twitter とか Facebook とかを使って、えー、聞いてみました。するとやっぱりあの知ってる人はいるもんでですね、これより古い時代に、えー、さらにカスタネットを使っている楽曲がありました。はい、ではさらに古い楽曲を発表していきます。まず、甘く危険な香り、山下達郎さん。1982年の楽曲です。ただこれはですね、カララっていうあの例のフレーズではなくて、 ずっと曲中を通してずっと跳ねたカカ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 みたいなベーシックがずっと薄く入ってるっていうような使い方をしていましたでさらに古い楽曲ここからは70年代になりますこれ教えていただいた曲なんですけれども夢で会えたら大滝英一さん1976年これはぜひ聴いていただきたいんですけれどもびっくりするぐらいですねカスタイト入ってますこんなに入れるかみたいなくらいですねカスタイト入っております えー、さらにこの1年前、雨は手のひらにいっぱいという曲で入っておりました、えー、シュガーベイブですね、えー。これはバンドです。山下達郎さんとか大貫太鼓さんがいる、えー、バンド。これ1975年の楽曲です。えー、このあたり聞くとですね、完全にサウンドがオールディーズなんですよね。なので、あもしかしたらオールディーズ元の、まあ、アメリカの方の楽曲にも入ってんじゃねえかなと思ってですね、まあ、聞き始めたらビンゴです。 ものすごくオールディーズの有名な曲に入ってました。えー、Be My Baby, The r o n e t 1963年、えー。これ完全にですね、僕記憶飛んでたんですけども、なんならこの曲あの、自分演奏したことありました。オールディーズのバンドで。あの、<music> <music> っていう、えー、すごい印象的なイントロで、まあ、お肩分に漏れずっと <music>、っていう、えー、フレーズが入っております。 僕もそんなに詳しいわけではないんですけれども、えー、この時代の音楽って結構プロデューサーの意向とか権限が強い印象があって、多分これ提案したのはプロデューサーじゃないかなと思いまして、調べました、プロデューサー。えー、ご存知でしょうかザ・ロネツのプロデューサー,、えー。これ知ってたらですね、すごい音楽通と言えるのではないかなと思います、えー。結論から言うと、カスタネットをロックポップスに取り入れたのはこのプロデューサーでした。さあ、誰でしょう 発表しますフィルスペクはいフィル・スペクター本名ハーヴェイ・フィリップ・スペクターはアメリカの音楽プロデューサー1960年代から70年代にかけてウォール・オブ・サウンドと称されるプロデュースでポピュラー音楽の分野で大きな足跡を残したローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト において64位、えー、ビートルズが好きな方はもしかしたら知っていたかもしれません、えー、レッド・イット・ビーのプロデュースとかあとはジョン・レノンのイマジンのプロデュースなんかもしています、えー、ビートルズなどのバンドブーム以前のアメリカ音楽、まあ、特にこの方がプロデュースしているアーティストとかですね楽曲を、まあ、聞いてみたらですねもう出るわ出るわカスタネットがカスタネット祭りっていう感じでした、まあ、マイクににとまがないんですけどもカスタネットが入っている曲一応挙げますと「Then He Kissed Me」 えー、クリスタルズ、あとはジッパディ・ルーダー、まあ、これディズニーの、えー、カバーかなボブ・ビー・ソックさんとザ・ブルージーンスあ、ファイン・ファイン・ボーイ・ダーレン・ラブ <laughs> この曲はねもうびっくりするが入ってました、えー、ぜひ聴いてみてくださいで、えーまあ、一番最初にですね入ってる曲おそらくこの曲じゃないかなと思いましたアップタン・クリスタルズ1962年 この曲はクリスタルズというユニット。まあ、アイドルになるのかなの、まあ、2曲目のすごいラジオヒットした曲らしくて。まあ、楽曲のテイストがですね、ちょっとあのスペインっぽいんですよね。最初にガットギターのちょっとフラメンコっぽいあのフレーズが入っていたりして。それでまあそこから派生してあのカスタネットだと思うんですけれども、ここからも完全に僕の想像っていうか妄想なんですけれども、 このアップターンっていう楽曲でちょっとまあスペインの要素フラメンコの要素があるんでカスタネット入れてみようってなってえ入れてみたらですね思いのほかよくてえーフィル・スペクターすごい気に入っちゃって「あカスタネットいいじゃん」ってえ違う楽曲でも「y うカスタネットやっちゃいないよ」みたいなえ感じのノリでですねカスタネット入れまくってたんじゃないかなとえ妄想します今回の調査で僕の結論としましてはロックポップスにカスタネットを取り入れた最初の人物はプロデューサー フィル・スペクターでした。まあ、ルーツミュージックとしてはですね、すごく古くからある楽器なので、もしかしたらフィル・スペクター以前にも、えー、何かしらの形で使われていたかもしれません、えー。もしですね、知っている方いたらコメント欄で教えてください。まあ、フィル・スペクターほどですね、広めた人っていうか、一般的にした人もいないんじゃないかなと思いますので、えー、その功績は大いに称えるものだと思いました、えー。それが日本に伝わってきたっていう経緯もですね、一応裏付けが取れましたので、シェアしたいと思います。 先ほど、えー、日本で一番まあ古くにやったと思われる山下達郎さんとか大竹栄一さん、えー、このお二人はですね、なんとフィルスペクター大リスペクトだったということがわ、えー、かっております。もう至るところにですね、書いてありました、えー。なんならフィルスペクターの意思を継いでいるとまで、えー、いうインタビューもありました。 まあそこからですね、えー、日本のレコーディング現場、ひ、まあ、いては J-POP で一般的に使われるようになったのではないかと思います。えー、なんならサザンオールスターズ桑田圭介さんもですね、年代的にはまあそういったオールディーズの音楽、えー、間違いなく影響は受けているでしょうし、えー、そういったものがサザンの音楽として形になってるんじゃないかなと思いました。はい、では大変長くなりましたけれども、今回はここまでです。お疲れ様でした。音楽の系譜もいろいろ調べていくと面白い発見があります。 こんな感じでパーカッションの情報発信を毎日しておりますのでよろしければポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた